どんな時に車運転とかされますか。自分は凛ちゃんほどではないですけど、うん、よく運転しますね。もう最近はどこ行くのにも車なんで、うん、特にオフの日はもう二人でドライブデートとかにもしに行きますね。いい,いいですね,いいですね。やっぱり車の中だとプライベートな空間なので、うん、すごいもう自由に話せて、なんていうのか、もう二人の時間をもっと楽しめる。そうですね。ね、ドライブデートで楽しかったところはどこですか。 ああやっぱどこ水族館とかあ水族館、うん、かわいい素敵です <laughs> 見ました顔を合わせながら水族館かなって、ね、かわいい <laughs> いいですね、はい、あでもちょっとあんまりこっちが二人であんまり攻めすぎないですです、ね、キュウキュウしちゃう <laughs>、はい、マイクは持ったままお願いできますでしょうかあ健之助さん優しいですね <laughs> さっと手を出して 奥様のマイクを受け取られました何でもいいです、もう今日ここまでで、そっか、快活か、じゃあ自分が今できるものなんだろうなって思ったものを書いていただきましょう。あそうですね、謙之助さん、なるほど、書いているのは門倉さんだけれども、これがいいよって言ってるのは謙之助さんなんですね。<laughs> 二人でちょっと相談して <laughs> どうなんですか健之介さんあお相談中ですか、はい、お家ではどちらが主導権とか握っていらっしゃるんですかいやもうフィフティフィフティな感じでやっぱお互い意見を聞いてって感じですねそうなんですかいやじゃあこの辺りね門倉さん書いてる間に藤本さんアドバイスがあるとしたら いやでも本当にそれが一番いいですよねなんかどちらが強いとか多分どちらが主導権をというよりも本当にあのパパ、ママを見て <laughs> <laughs> 仲良しご夫婦ですからなんかお互いを思い合っていればきっといい方向に行くんじゃないかなと思うので。はい はい、えっと、私たちが明日から実践していきたい快活は新婚旅行の見直しです。うん、おお、そっか。これ。ずばり海外旅行をやめるんですね。そうですね。はい。うん、まあ、車で国内旅行と書いてあるんですけど。うんうん、まあ。 自分たちは結婚したばっかりなんですけどりん、はいえっと、ちゃんは今後も日本でプロレスを続けて自分は3年間ほどカナダに行ってしまうので、うん、これからはうか、はい、会うだけでもかなりのお金がかかってしまうんですよねなので、えっと、新婚旅行のコストをできるだけ小さくして、うん、っていう、まあ、小さくしていくのが自分たちの快活ですね、うんうん、大事ですね,ねえ藤本さん堅実なお二人ですね。うん、はい、うん 新婚さんんだけどなんか頼もしい感じがしますでまあ今日はピンチヒッターということであのお二人にお会いできてすごい嬉しかったですしあのこの新婚のキュンキュンもいただいてちょっと今日ルンルンで帰れそうです。<laughs> <laughs> <laughs> 車での思い出というかエピソードをお話しいただいたと思うんですけれども。 あの今年の夏、車で行きたい、あの家族や夫婦で、車で行きたい場所とかってありますか。自分たちは、やっぱ水族館ですかね。<laughs> そうですやっぱ外も暑いので <laughs>、はい。<laughs> 涼しいところで、ゆっくり魚を見て、はい、<laughs> 過ごしたいなと思います。行ってみたいところ、いっぱいあるので。行きたいですね。はい。北斗さんとかも、水族館は好きなんですか、ね。あ、そうですね。自分の家族は、もうみんな水族館が好きで。たまに家族で行ったりもしてます。えーえー 小さい頃から水族館が結構好きっていう感じなんですか<え>小さい頃から水族館が好きっていう感じなんですかあそうですねやっぱりもう小さい頃から動物が好きだったんでなんか見ると落ち着くというか、はい、癒されますねあと,あと保険の話もあったと思うんですけど、はい、まあちょっと車とは離れちゃうんですけど、まあ、夫婦間で事故というかドタバタ、まあ、険悪な雰囲気になった時とかにこれがあると助かるなっていう保険は何かあります、はい <laughs> いいやまだ真っ新婚っていうこともあるんですけどあんまり大喧嘩とかをしたことがないのでちょっとはいどうなるんだろうとはちょっと思うんですけどなさそうですよねでもすごい優しいしあいやいやもうちょっとそれは喧嘩してからのお楽しみ <laughs> <laughs> はい。